落ちパする？やっぱ見るか。XQ&CROWSHOW。恥ずかしいんだよね、もう自分の動画見んの。これいつぐらい撮ってた？2週間前ぐらいかな。俺は通いたくない。音量上げて。ちょっとこれ上げるわ。これですね。若かりし頃の。うわ、待って、懐かしい。これ1年半前らしいね。帰省ね。うん、2021年の冬。待って、これバカ懐かしいな。これ冬だ。マジ年明けだっけ？いや、わかんない。年明け前だった気がする。年明けてないか。うわー、やば。4年前ぐらいの気分。この頃4年も活動はしてたけど、みんなこういうラジオ慣れてなさすぎてガチで喋んなかったんだよな、みんな。まあ、めちゃくちゃ本題の方に入らせていただきたい。本題来た。何話したっけ。まあ、体制が変わるということで、ゲットファイアされた2名と、ゲットファイア、コーチになった1名。じゃあ、まあ、クローからちょっと聞いていこうかなと思いますけど、今回はプレイングコーチとして、はい、ゼータビジョンに、プレイングコーチね、スタッフに移動するのかな。プレイングコーチとは何でしょうか。わかりません。わかりませんか。わかりませんね。プレイングコーチわかんないですね。何するんですかね。なんだろうね。まあ、もともと選手はね、うん、この転勤とかデップシュガーが入ったタイミングで、うんうん、この再編のタイミングで、はい、もうやめようかなみたいな、うん、緊張してるね、ちょっとだけ。そう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 。いや、もうその時は全然やべえ、何話そう。あ、ゼータか。まあ2人で話すっていうの聞いとこうと思って、俺もやめようかなって思ってたんですけど、うん、まあ、初めて知った。いろいろあって、うん、残ることになって、で、うん、でまあ電気にも話したけど、どうだっけ、空港、空港でそう LCQ 終わってあのチャンピオンズに行く時の空港で話したけど、これさ、今俺こっちやろうかなって思ってんだよねみたいな。じゃあこれね、してて話すの2回目なのこれ。しらしらしいな、ほんと。撮影2回目なんよこれ、テイク2なんよ。だから1回聞いたのこれ、まあ、あー、またこれ話すんかーと思って、うん、やってるって感じですね。なるほど。全部テイク2だからね。新しいチャレンジみたいな感じ。まあそうだね、まあ今やりたいことって感じで、うん、全部テイク2、はい、なるほどね。言ってたからな、ケンタ相性にかっこいいな。言ってちょっとカメラ消そうかな。カメラが響いてる。怖いんだけど。いや、怖いんだけどっていうか、マジで。いや、これ服装だろ、服装だろ、どう考えてもよ。いろいろあったんだよ、ね、一人の生活のは。もう言えないんだけどね、これ言えないよ ねえ、服装じゃない。言っていいのかな。まあ、いや、言えないよ。面白い話はたくさんあるんだけど。いや、本当に、うん、いや、でも、あの話聞いたら、マジビビるでしょ。ビビるよね。え、何それ。え、だから、服逆？え、服逆なんだけど、これ。キッチン事件ね。なんで気づいたの、すごくね。あれはやばい。あれビビんな人いないと思うから普通に。ちょっと待って。え、まあ、そういう、うん、ちょっと待って、やば、ね、まあ、結構しんどい。もうダメかも俺。期間ではあったけど、その流れもまあ韓国の生活、いや、あえてとかじゃない、普通に間違えた。全然やっていけるけど、うん、そうだね。ロスター今度だと思うよ。多分まだね、決まってないんじゃないかな、引き続き。多分、まあ、ゼータビジョンバロランドも、うん、わかんない。あんまちょっとわかんねえよ俺。まあ、長期滞在しないんで僕たちは韓国にフラットね。来るの？フラット行って満喫して楽しい気分を、うん。ごめん、言ってるかわかんないや。言ってることわかんないやつ。ちょ、ごめん、もう、ね、気が緩んでる。長期滞在はね、本当にしんどいね。しんどかった？なんか。まあでもわかんない。決まってるかもしれないし。的に、まあ、決まってないのかもしれない。人として長期滞在することの難しさ、まだ来月辛さみたいなのちょっと、さすがに遅くても来月か再来月に発表するんじゃない？いや、知らない土地というか、まあ飯はうまかったけど、でもハイボールはないしな。え、どうだった？飯で勝つは。全体的に。え、シェフ2名いましたけどね。いや、あれは本当に助かった。ちなみに。どっちが美味しかった？いや、それちょっと言えない。いや、失礼すぎだろ、マジ、この質問。終わってるって。どっちも美味しかったね。うん、どっちも。
ね。韓国のバースさん知らない。日本のそばみたいな。バースさんどうなんだろうね。わかんないよ。バースさん応援団なんじゃない。ぐちゃぐちゃにしてみたいな。ということで、転生者改めマイクラ系 YouTuber 天の、コンテンツクリエイターになろうと思ったきっかけを教えてください。まあなろうとしたわけでないですね。僕もね、Q さんと一緒で。なるほど。そうなんですか？まあそういうことだね。まあそういうことかもしれない。まあでも転勤、まあ俺もそうだけど、その他のチームを探すっていう選択肢も一応あったわけじゃん。でそこに行かなかったのはなぜなんですか？なんでなんですかね。え、なんでだと思います？なんでだと思う？ちょ、予想で当ててみて。予想？うん。じゃあ俺がもしその立場だったらのこと、うんうんうん、だったら、うん、そうなんか面白くない。面白くない。面白くないしメリットもない。おお。他のチームが。ゼータに比べて。ああ。他のチームに行くってなった場合ね。だってもう一回説明じゃあ二回目ってめっちゃやりにくいのこれ、うん、本当に。シャッフルのやりにくさすごかったぞ。すごいし、そうだね。その安定しないじゃん。長続きしてるっていう。なんか1回目の方がやっぱ反応とか同じメンバーで、多分よく取れてたんだけどね。そこがもうちょっとすでに2回目むずいわ。どこまで？いやもうほぼ終わりまで取ったんじゃない？なんだろうな。多分取ってたと思う。なんですか？難しいですね。なんかそのゼータを抜けてまで行くメリットをあまり感じないかな、うんうん、そう、撮影撮影3時にしますよって言われて、まず撮影4時半ぐらいに始まったし、なんならこの時間7時ぐらいだしね。さっき聞いたしね。さっき聞いたからな。ほぼ合ってるな。 95% 合ってるね、うん、5% 違うんだね。まあそうだね。まあどこのチームも今ね、うん、強い選手がこうバラバラになってるんで、うん、まあどこ入るにしよう、ランダム要素がね、うん、やっぱあるんで、まあそこをね、メリットとデメリットでこう比べたら、うん、ちょっとね、今はなって感じで。おお、今はね。はい、今は。じゃあまだ全然プロ選手は続ける気はある。全然。へえ。若いしね。俺の予想だと半年ぐらい休むのかなって。正解。おお、やっぱね、分かってるから。さすがですね。分かってるから。何でも知ってますね。元コーチだからな。うん、何でも知ってるからさ。知りすぎた男。何だろうな。XQQ フィジカル強化したいとか。なんで知ってんすか？いや、本当に当てただけだよ。あとなんか、ね、なんだろうな、うん、天才？語学学習英語勉強したいとか。ああ、したいと思った。ああ、したいと思ってる。すごいな。やたまよ。知ってんだ。やっぱね、響さん。天気見てきてるから。まあ、さすがにしたいから。分かってんだよね。うん。はい。やりにくい。じゃあ、まあこの半年は、まあそっか、まあ半年だったら、じゃあ全然そのリーグのスプリット2とかもあり得る話か。まあそうだね、うん、全然海外チームとかも、うんうん、視野に入れてて。なるほど、って感じで、うん、ラウドとかね、うんうん、まあ NRG とかね、EDG とかね。そうそう、 EDG なカンガンと一緒にジェットレイズやるって話だよね。そう、やる予定、うん、やる予定なんだ。もう DM してる。お、 DM でいけるんだな。え、リーク？ EDG ゆるすぎるだろ。じゃあもう本当にこのファン、まずいですよこれ公開した。バロやりつつ、そうですね、英語勉強して、うん、え、日本語できたっけ？日本語できた？日本語できた？待って、俺こんな質問されたっけ？ちょっと気にしてる。やばすぎだろ。でね、漢字は書けるんだっけ？うん？漢字書けるんだっけ？書けるんだ。漢字読めるんだっけ？漢字読める？読めないけど書ける。言えないけど書ける。そういうことで。そっちの方がむずいわ。何を書いてるか分かんない。新しい漢字書くって。なるほど。ちなみに別に書きもそんなうまくないです。なんでしょう、なんかさっき聞いた覚えがあるんですけどな。なんか間違えてた。
ていう何かと何かを。ああ、魚座を餃子ね。魚座を餃子ね。いや、なんか2回言われたら面白くないな。うん、1回目めっちゃ面白かったんだけどな、魚座を餃子ね。ちょっと味ないか。味しなくなっちゃった、もう1回で。